突然ですが皆さん、マイナンバーカードを持っていますかマイナンバーカードは機能の拡充とともに少しずつ,つその利用価値が高まってきています。一つ目、マイナンバーカードを保険証として使う場合は、就職、転職、引っ越しをしてもカードの切り替えなしで健康保険証としてずっと使えます。ちなみに、マイナポータルからマイナンバーカードを保険証として利用する申し込みをすることで7500円相当のポイントがもらえます。ただし注意点があります。 それは、窓口で支払う医療費がちょっと増えるってことです。マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している病院では、通常の保険証を出しても9円が上乗せされます。どっちにしても保険料が上乗せされているんだったら、便利に活用した方がお得だなと僕は感じます。二つ目、役所に行かなくていい。コンビニなどで各種証明書も取得できる。 各種証明書を取得するには膨大な時間がかかります。ですが、マイナンバーカードがあれば大きく時間を節約できます。いつでもどこでも簡単に証明書が取得できるようになっています。今回紹介した以外にも、マイナンバーカードを使った行政手続きの簡略化はあります。あまり重要ではないことの時間を減らして、本当に重要なことに時間とお金を使っていきたいですよね。